皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。前回大きい方のドラムセットの紹介をしましたので、今回はこの小さい方のドラムセットの紹介をしたいと思います。まず最初に、このセットがどんな感じのやつかっていうのを、拡大でお見せしたいと思います。さあそれでは、各々説明していきたいと思います。まずこれがちっちゃいチビですね。これが8インチ。これが10で、これが12。バスドラムは22です。そして、ちょっと、貼れませんけど。このフロアタム、これ14。こっちが15。っていう感じなんです。で、材質がですね、このシェルの素材が、裏から見るといいですかね。FRP。これが FRP で、こっちが、これもファイバーグラスじゃなくてフェノール樹脂ですね。 FRP みたいなもんです。木でできてるやつではないので全部そうです。そっちのフロアタム、そっちは FRP です。このバスドラムについても FRP っていう感じです。すべてシングルヘッドです。前ご紹介した赤いやつの新しいタムタムもそうですけど、これ全部シングルヘッドで後ろの革がついてないんですね。音はすごくいいです。ものすごいいい音で鳴ってくれるので、こんな感じが、こんな感じですね。ということで、セットは随分コンパクトです。私がいつも使っているあの赤いセットに比べたら相当小さいんですけど、実はこのセットはですね、偶然が重なってで私の元に来たと、そういう感じなんです。一番最初はこのバスドラムだったんです。バスドラムをヤフオクで見つけたんですよ。7000円だったんです。でこの FRP、 要はこのバスドラムっていうのは FRP でできてますので、1980年代ぐらいなんです。これはで、ちょっと小さいセットが欲しいなとは思ってたんです。いつもの赤いセットはとにかくもう場所も、音はいいっす、めちゃくちゃいいんですけど、場所も取るし、もうセッティングと撤収でもうそれぞれ1時間以上かかるんです。あれ大変でも重いですからね、物が大きいので。でもう大変だなとは思っていたんですけど、ちょっと練習するのにちっちゃいセット欲しいなと思ってた時に、このヤフオクでこのバスドラムを見つけたんです。群馬県の出品だったんです。群馬県からの出品だったんですけど、引き取り限定ということで、一応ウォッチリストに入れて保留はしてたんです。でその後ですね、茨城の那珂市にあるバンダーレックスにちょっと遊びに行ったらば、こっちの、タムタムが売ってたんです。でその言ったらですね、もうこのタムタムは一体どういう保管をされてたんだろうっていうぐらい、本当にもう涙が出るぐらい悲惨な状態だったんです。この周りの部分、この輪っかですね、これフープって言うんですけど、これがその皆さんが想像してるサビっていう感じじゃないです。もう抹茶色、抹茶色で、この金具、これをラグって言うんですけど、このラグもこのボルトも回らなかったんですよ。もう言ったら錆びちゃって、これは何だろう、もう海に一回落ちてそのまま保管されたんだろうかなっていうぐらいで、しかもワンダーレックスに行った時に、普通こういうね楽器とかってね、綺麗にこう陳列されてるんですけど、燃えないゴミみたいに転がってたんですよ。もうゴロゴロンって、このタムタムがですね転がって、うわー、もうこれは本当もかわいそうだなと思って、今考えてももう涙が出るぐらいかわいそうだったんです。でもうこれはもう僕が引き取ろうと、もうシェルは
先ほど説明したように FRP ですから、まあ言ったら水に浸かっても全然大丈夫なんです。あれが木製のシェルだったらまあ腐りまくってたでしょうね。あれだけもうサビがすごかったんで買いました。もう全部7000円だったんです、これもバスドラムも7000円で、でその問題はバスドラムがなかったんです。なのでこれをまずワンダーレックスで買いました。そしてそのレジが終わったその瞬間ヤフオクを開いて、売れてないだろうなとありました。即決だったんですこれ7000円って、もうそのまま落札しました。これでとりあえずバスドラムとタムタムは、揃ったわけですから、もうなんならそのまま茨城から群馬までバスドラムを引き取りに行こうかと思ってたんですけど、残念ながらあの連絡がなかったんで、その日はそのまま家に帰るっていうことになったんですけど、問題はあのスタンドとかもあったんです。実はその7000円でもうそのスタンドももう普通だったら私結構こう作業するの好きなのでサビを落としてきれいにしてってやるんですけど、もうそんなレベルじゃないんです。もう抹茶色だったんです。これは一体何のスタンドなんだろうなっていうぐらいの、でお店の人に私言ったんです。もうスタンドはちょっといらないから、あのこっちだけ本体だけいいですかって言ったら、お店の人もまあ正直もうそのスタンドだけ売れるわけねと思ってたと思います。実際売れないですあれ。だからもう申し訳ないですけどセットなんで、もうこのまま一式ね引き取ってくださいって、もう車の中もうサビだらけですよ。何もあれがしてないんで、でもどうしようかなと思ったら、そのとりあえず家に帰ろうと、その帰る途中にあの鉄くず買い取りますっていうスクラップ場、鉄くず買い取りますのスクラップ場を見つけたんです。たまたまひたちなかで、もうそのまま入りましたスクラップ場で、あのお店っていうかその工場の人に、あの作業場の人にこれもういいですかって言ったら、あいいよ全部引き取ってくれる、もうその場でこのフープも全部外して、全部もうスタンドはもちろん全部です。あと スネアドラムもあったんですけども、それもちょっと悲惨な状態だったんで、もうそれも置いてくっていうことにして、結局50キロぐらいあったんです。50キロぐらいあっていくらだっけな、もう1000円ちょっとなったんですよ。でもまあまあいいなと思って、でとりあえずこのシェルの裸の状態だけで持ち帰って、そこからもう作業始まりです。もうまずは何もないですから、このラグもなくて、実は今売ってるパールのラグとこの昔の型のラグってネジのピッチが違うんです。なので今のラグを買ってもうまく合わないんです。もうどうそれをまず穴開けたくないなと思って、シェルはなるべく穴開けたくないんで、メルカリを見たらほんとすごいタイミングだったんですよ。ラグだけ売ってる人がいたんです。でもうすぐですよ、即決でラグ買って、で結構な数を私実はこの古いタイプのラグ何個か10個ぐらい持ってたんですけど、でその方がまた20個ぐらい出品しててくれて、もうまさにドンピシャで、でラグも入手できて、あとこのボルトとフープはこれはもうサウンドハウスから新品を全部買いました。もうドラムヘッドももちろん、ドラムヘッドなんかもうめちゃくちゃな状態だったんで、ドラムヘッドも全部新品にして、でこの2つは実はこのこっちとこっちの今フロアタムになってますけど、これはもともとタムタムだったんです。改造したんです私が。フロアタムの足を買って金具を買って、でもう改造して、もうこいつはフロアタムにしよう、こっち3つはタムタムで頑張ってもらって、
問題はバスドラムです。バス、まあ要はその道具は全部揃ったんで、部品はバスドラムは連絡来たんです、落札の方から。で、実はちょっとさっきお話ししなかったですけど、このバスドラムも最初出品されたら一回落札されてたんです。で、もう一回再出品になってあれと思ったらまた落札されてたんです。で、3回目に私が落札したっていう感じで、まあそのやり取りをしてですね、じゃあいついつに福島から群馬まで行きますからと。で、11時に待ち合わせ、そのお店でですね、お店で待ち合わせをして、まあのんびり行きました。途中休み休み道の駅に寄ったりしながら、で、その群馬にそのお店に行ってですね、受付の人に、まあこういうわけでヤフオクで落札、バスドラム 落札したんですけどって言って、そしたらじゃあ担当の者が今ちょっと上から持ってきますから少々お待ちくださいということで、3階建てのリサイクルショップなんですけど、そしたらそのエレベーターの前で待ってたら、可愛い女の子がもう有村架純ちゃんみたいなあんな感じの可愛い子が台車にですよ、このバスドラムを乗せてゴロゴロゴロって、そしてそのなんだエレベーターがパッと開いた瞬間に、私このバスドラムには別に思い入れはなかったんです。ところがそのお店の人も私のこと見てニコッとしてくれたと思ったら、バスドラムがなんか笑って見えたんです、ニコーって。でももうそのお店の人もね、かすみちゃんみたいに可愛い人ですから、まあわっと思ったんですけど、それ以上にバスドラムがなんだこいつっていう感じで、なんかこう衝撃が走ったんです。これもうボロボロだったんです。もう言ったらもうヘッドもこの打つ方の断面なんかもう破れてて、もうフロントのヘッドもまあめちゃくちゃでっていう感じだったんですけど、なんかニコーって笑って見えたんですよね。もう帰ろう、一緒に帰ろうっていうことで車に乗せて、そしてこっちの5つとこれと初めて5体目、もうそれからもう毎日金具全部外して磨いて、新しい金具部品つけて、やっと完成したと、そういう感じです。まあ正直バスドラム7000円でこっちもまあ7000円だから1万4000円なんですけど、それしかないですから。スタンド類なんか私のもう一個のセットはラックで組んじゃってるので、スタンドがないです。もうスタンド買ってもドラムヘッド全部買ってもこんな余計なの買ったらもう10万以上かかってます。ケースも全部新しく新品にしたんで10万じゃ済まないですね。十数万お金は飛んでるんですけど、ただもうそういう問題じゃないです。私はもうこのドラムセットがあまりにももうかわいそうだったっていうことと、こっちのバスドラムはもうニコっていうね感じにもう一瞬でやられちゃったんで、まあ今はすごい満足してます。で、また音がいいんですよ。なんか最初ちょっとあんまり調子よくなかったんですけど、最近この鳴りっぷりがすごいです。あっちの赤い方のね大きいセットに引けを取らないサウンドで鳴ってくれるので、もう今はもう大満足です。もうこれは私がねドラムをやってる限りもう誰かの人に渡すっていうことはしません。私が最後までね、面倒を見てずっと付き合ってもらおうかなとは思ってはいるんですけど、ということでちょっと話が長くなりましたが、私のこの小さい方のドラムセットのお話でした。それではありがとうございました。